こんにちは。明治大学の小川と申します。よろしくお願いします。で、先ほどの、金子所長から、最初に言いましたように、私は日本語の、このバトルを、日本語の中で、どのように意味が変化しているのかというようなことについて、お話をしていきたいと思います。で、オノマトペの、意味変化について話しますが、これは今、僕の先生がですね、宣伝をされましたけども、私もちょっと宣伝をさせていただきますと、私もそのオノマトペのその意味変化を、どのように行われるのかというような、そういうものについて本を書いております。イライラとか、ドキドキとか、ワクワクとか、そういったようなものについてです。で、ここで取り上げたのは30語なんですけれども、日本語にオノマトペっていうのはどれぐらいあるかっていうと、後で秋田先生とかもいろいろとお話ししてくださると思いますけど、私が数えた限りでは、大体、4500から5000です。で、そうすると、日本語の、今までどれくらいその言葉があるかっていうと、一番大きい時点で大体50万語ぐらい言葉を載せているんですね。ですから50万のうちの、4500から5000ですから、ですから大体 1%、つまり100語に1語が、日本の場合はオノマトペであるというふうに、言えるわけです。で、ですからその、5000ぐらいあるとして、そのうちのたった30言っても、ほんのわずかなんですけれども、それでもいろいろと面白いことが分かってきます。で、例えばですね、その上でもやったそのヨヨと鳴くっていうものなんですけども、ヨヨっていうのは、実はその今だとヨヨと鳴くっていうのは女性がこう鳴くような、そういう様子を表すわけですけども、今から1000年ぐらい前の平安時代ですと、液体が溢れ出す様子っていう非常に抽象的なその意味合いで使われていました。で、それもですね、でその中の一つが実はその、泣く様子なんですけども、その場合はですね、涙がこう止めとなって溢れて、まさにその液体が溢れ出すわけですから、その口から溢れ出していくっていうような、そういうイメージですから。涙がですね、止めなく流れる様子なんですが、この場合、実はその現在です と、女性という限定があったんですが、平安時代は、その差がなくて、むしろよく男性が泣いてるんですね、この平安時代ですね、というようなものがあります。で、そして、もう一つはですね、よだれが口から溢れて流れ出す様子もヨヨと、妻がですね、溢れたと書いてあります。そういうようなところから、その抽象的なレベルで言うと、この、液体が溢れ出す様子というふうに説明しないと説明できなくなっちゃうんですね。その涙がとか、よだれがとかっていうのは、もう涙とよだれをまとめて液体としかいなくなる。とても抽象的になりますけども、でもそういったようなその、状況で捉えていたんだろうというふうに今思うわけです。そして、さっき言ったように、近代あたりだと思うんですけども、その女性がこう哀れげにその、泣く様子を、ヨヨというようになったというようなことがあります。で、実はですね、ただこれはこれも言って今から1000年前の話ですよね。ですけれども、そのオノマトペの意味変化っていうのは、その今でもその、見ることができるんだというようなことの一つの例として、このキンキンに冷えるというですね、こういう話を今日は、話をしてみたいと思います。これ多分そのキンキンに冷えるの異変化っていうのはここにいらっしゃる人たちが本当に実感の中で体験してるんじゃないかと思うんですね。そうするとあれはそうだったかなとか、あれはそうだったのかとかですね、いろんなことをその思ってくださるんではないかというふうに思います。で、それで、オノマトペの異変化がこうですね、現在で観察できるという例として、キンキンに冷えるという話を、してみたということです。で、ですね。で、実は我々はその、言語変化っていうのは、
結構身の回りで起こっていることだということを、まあ、最初に言っておきたいですね。例えばその、ラヌキ言葉なんていうものをですね、何々できるっていう意味での動詞をいっぱい作ったという意味で、これもまあどうですか、2、30年ぐらいですか、ね、なんかそういうすごく話題になりましたよね。でこれもその、最中にあったわけです。それから、まあ、僕最近ですとヤバいなんていうのはですね、いい意味でヤバい、その少し年配の世代ですとヤバいというのは悪い意味しか使わないわけですけれども、今はですね、このケーキヤバいとかですね、そういうことをその若い人が言ってたりしますよね。そうすると自分の目の前で意味が変わっていってるんだなということをその、感じることができるわけです。でキンキンに冷えるっていう言葉のですね、例えば実例としてどういうものがあったのっていうと、その、まあ、冷房っていうのは関西の言葉ですよね、アイスコーヒーのことも言うわけですけれども、その、冷房がこうキンキンに冷えたやつですね、というようなものが、2004年ぐらいの例として、見つけることができます。これは毎週分に新聞に載っているその例です。でまあ、2004年というと今から13年ぐらい前ですよね。ですから13年前に、あ、じゃキンキンに冷えるっていつぐらいから聞きましたっけ。でも21世紀になってからでしたね。で、というわけで、その実は目の前で起こっていたはずなのに、じゃあいつからだったのかということをこう、改めて聞かれると、いつからだったっけなとかって分からなくなっちゃうわけです。でこういったようなものをそのどうやって探すかというと、まあ、これはやっぱり文献というですね、本を探していくしかないわけです。でその時にですね、その国立国語研究所には、現代日本語の書き言葉均衡コーパス、まあ、ちょっと、難しい名前のものなんですけども、こういうその、資料があるんですね。で、これは、その1976年から、まあ、2005年ですから、まあ、今から十数年ぐらい前ですかね、そこまでに至るその小説や新聞や雑誌、教科書、それからまあブログっていう要するにインターネットの日記ですよね、そういったようなものにまでのですね、さまざまなその書き言葉がなんと1億のデータとして、プールされていて、そして、大事なのはですね、これ無料で検索できます。まあ、もちろんコンピューターとそれからインターネットをその使えるというですね、そういったようなことが前提になりますけれども、国立国語研究所はですね、この検索システムを、まあ、無料で提供しているということに、なるわけです。まあ、ということでちょっと宣伝をしておきます。で、そして、これでですね、キンキンっていうのを検索してみますと、実はそうは出てきません。ひらがなで検索して11、カタカナで検索して44、50ちょっとぐらいですね。じゃあそのいつからこのキンキンっていうのが見つかるのかっていうので見ていきます。で、そうするとこの時にですね、実はキンキンっていうのは冷えている意味でした。そのキンキン、そのちょっとアクセントがちょっと違うかもしれない。キンキンですね、そのもう二日酔いの日なんかもうなんかキンキンに響くみたいなね、なんかそういう感じのそのものとか、それからなんかもう鋭い声で喋るとさあキンキン響く声だとか、そういう音についてキンキンってそういえば言ってませんでしたね。だから元はキンキンっていうのはなんか音についていう言葉だったんです。でそして、このような、データ、まあ、コーパスっていう、まあ、データベースを使いますと、そうするとやっぱり出てくるのが、最初に出てくるのはその声なんですね。ですから、キンキン声なんていうのをそういえば聞きましたよね。それから、キンキン、キンキンとヒキンキンと響く声を上げたとかですね。こういうのが1980年代の、まあ、1990年前後、まあ、ちょうどバブル期ですね、真っ盛りの頃ですかね、そのあたりの例が見えてきます。で、実はまだ、この時期は、キンキンと冷えてるっていう例がまだ見つからないんですよね。そうでしたっけ、ね、だから、1980年代ぐらいに、キンキンに冷えたビールなんて、
あったんですかね。どうですかね。こうやって、そうすると、そういえば意外に新しかったのかなっていう感じが、してきます。で、この近々というのは、要するに声がすごく甲高く頭に響いてくる、そういう様子であって、ちょっと不快な感じです。ここもポイントですよね。つまりその今の キンキン冷えたビールっていうのは決して不快ではなくて、むしろ心よいですね。それに対してキンキン声っていうのはもうなんかうるさいですね、こううるさいっていう感じがしてましたよね。だからなんでそんなのその変わってしまうのかっていうことですよね。そこが、謎になるわけです。それじゃあその冷えたキンキンっていうのはいつから見つかるのかというようなことで、これもその、国立国語研究所のこのデータベースで見ていきますと、そうすると意外にその古い例が見つかります。で、しかも古い例は1945年っていうからもう本当に 戦後のあたりですよね。で、そこで、例を見てみますと、その凍りついてキンキン固いっていうですね。つまりその、ちょっと面白いのは、つまり凍りついていって、そしてキンキンなんだけども、これは固いっていうものであって、その冷たさをキンキンと言ってるわけじゃないんですね。でこういうような例。その冷たさそのものをキンキンって言ってるわけじゃないんだけども、でもそのキンキン冷たさっていうのが背景にある、ね、そういう、なんか微妙な例ですよね、これね。で、これが、92年 になりますと、そうすると、菊間さんの、木酒、ね、をコップで3杯、ね、つまり、酒なんです。そして日本酒ですよね、菊間さんですからね。そしてこれがキンキンに瓶ごと冷えているという例が、ここからだいたいそうですね、50年ちょっと前ですかね、それぐらいの時期、年が経つと出てきます。そしてこの例こそは、我々のその感覚に結構合いますが、ただ不思議なのは最初はビールじゃないんですね。だからその、こういうところもまた不思議だなって感じがします。で、そこでですね、その、このさっきのですね、国研の、コーパス、をデータベースを使って、その、ものを通し見ていきますと、そしてその時にですね、やっぱりその、どうも20世紀な、まあ、20世紀っていうか2000年以降と、それが、それ以前でどうなのかっていうことをちょっとまあ見てみようと思いますので、分けてみます。でさっきの甲高く頭に響いてくる様子っていうのは、実はこの国立国語研究所のですね、このデータベースを、見る限りにおいては、あまり数としては変わらない、14対20でしょ。ですからそんなに変わらないなという感じがします。それからとても冷えている様子ですね。キンキンに冷えたんですね。で、これが、やっぱり99年までは、2つしかないのに、2000年に入ってからぐっと増えてくる。これ、実感どうですかね。90年ぐらい、前後ぐらいになかったなっていう感じがするけども、よく耳にしたなっていうのは、やっぱり21世紀に入ってからですかね。なんかそんな感じなんでしょうか。それから、とても硬いっていう意味の例もあって、これがその、ほんのわずかな例で出てきます。それで、ここにあった括弧がありましたけど、まあ、キンキン声っていうのがあるんですね。で、これキンキン声を弾いても8ぐらいありますし、これキンキン声を弾いても17ぐらいありますから、結構やっぱり勢力は、キンキンっていうのは、つまり逆に言うと、ビールのことだけの話じゃなくって、やっぱり響いてくる音、キンキン声とかキンキン響くとかっていうようなものも、まだまだその、盛んであると、勢力があるということなんだろうなと思います。ここだけまとめますと、とても冷えている様子を意味するキンキンというのは、さっき見たように、92年の例が見つかるわけですけども、そして2000年代になると勢力が出てくるという、そういう感じです。
で次にですね、今度は今はその国立国語研究所のその医療のデータベースを使って、その、意味の変化というものをその捉えてみようとしたわけですけれども、バイシングのですね、にもその記事を検索できるというですね、データベースがあります。で、ただこれは残念ながら、誰でも使えるというわけではなくて、そのお金を払わないと、ちょっと使えません。で、これは、まあ、大学でですね、検索した、結果です。で同じようにですね、そのこのように99年までと2000年以降でどうかというふうにしていきますと、やっぱり甲高く響いてくる音のキンキン響くとかキンキン声というものが、やはりこう出てきます。で、どちらにも出てきますね。それからその、甲高く頭に響いてくる様子というのもこれも依然として、まあ、その勢力が盛んなわけです。そしてとても冷えている様子っていうのはやっぱりその92年から99年までというものはロックなのに対してやっぱり2000年以降ぐっとその増えているというですね、そういうその数値結果が出てきます。それから、キンキンの中には痛むんですね。キンキン痛い、キンキン頭が痛いとかって言いますよね。汗疲れるときなんかそういったようなものもその出てきます。それから、キンキンキラキラ輝くとかですね、その輝いている様子なんかも出てきます。ですから、毎新聞 の、その新聞記事 の、 キンキンの方が、いろいろな意味がこう多様に出てきているということがわかります。それでもそのやっぱり、新聞では、冷えている様子っていうのがその、2000年代に入るとドーンと増えてくるということは、やっぱりその国権 の、 そのデータベースと一致していると、国語権のデータベースとして一致しています。で、実際のその例ですね、音の近畿、まあ、これは擬声擬音語と呼ばれるものです。でスピーカーがキンキンと割れた音を立てるという例です。で、まあ、カンボジア語のロックの例らしいんですね。で、スピーカーがそのキンキンその割れた音を立てるっていうよく耳にしますよね。そのあまりいい気持ちじゃないですけども。 で、これが93年の例です。それから、2000年に入った例ですと、これはその盾ですね、の記事らしいんですけども、刀を抜いて、その、キン、キン、キンという感じの、後ろのキンキンは、もしかしたら最初のキンっていうのを2回ただ繰り返しただけなのかもしれませんけれども、でもこれは音ですよね。その、こんな例がありました。それから、その、甲高いで、のキンキンと冷たい例のキンキンっていうのがどれくらいあるのか、どれくらいの時期からあるのかっていうので実例を見ますと、そうすると、キンキン声って、ね、92年の例がありますですね。それから、96年の記事にはホワイトスピリッツは冷凍庫でキンキンに冷やすって書いてあります。でなかなかビールが出てこないんですよ。ビールはどうしたんだって思うんですけども、こうやって実際の例を見ていくと、その最初からビールにタッチしてるんじゃないみたいなんですよね。ここはちょっと面白いんですよね。そして、新聞、ちょっとこれはさっきのことを少しだけ思い出すと、日本酒がキンキンに冷えてるって例は、1992年の例でしたね。だからこの毎新聞は96年ですからちょっと後になります。で、ただ新聞の記事の記事っていうのはやっぱり何でもかんでも新しい言葉とか新しい用例とかはすぐに取り入れるという性格を持ってませんで、やっぱりこう非常にこうなんていうか慎重にみんなそろそろこれは理解できるようになったろうなっていうような時期を見計らって、その新聞記事にするんですよね。ですから少し遅いんだけども、でも大体その何ていうんですか、認められた時期っていうのは90年代の、半ばから後半ぐらいにかけて、市民権だっていうか認めてもらえたっていうような、なんかそういうような状況だったのかなと思いますね。
さて、ビールのキンキンです、いつからあるかと言いますと、新聞記事ですと98年です、ですから、ギリギリ20世紀の例が、あるということですね。で、これが、1日の終わりに恋しくなるのがキンキンに冷えたビールだというようなそういう例が、見つかってきました。で、そこでですね、またですね、99年までと2000年以降で、どういうものに対してキンキンっていうのを使っているのかっていうのを、数えています。そうすると、ビールが2、ジョッキが2、それから冷房がキンキンに冷えているとか、こういうのもそれで言いますよね。それから酒がっていうのが出てきます。で2000年以降はですね、やっぱりビールが8、酒、それからアイスが冷えて、アイスコーヒーが気温が冷えているというような例があり、非常に多様になっていきます。グラスビール、室温、スイカがキンキンに冷えていたらなんか歯が冷たくって気持ち悪いな気もするんですけどね。でも、そういったようなのもあります。卵豆腐がキンキンに冷えているっていうのも、個人的にお勧めしないですけどね。トマトがキンキンは少しやるかな、ということですね。それから、レモンティーですね。あ、ここにピールも1個あるから増えるかな、9かな、ごめんなさい。でもまあ、だんだんビールが主流になってきているってことは分かりますよね。それでは、その痛みとか、それから輝いているってキンキンが、新聞にはあったということなので、この例を実際に見てみましょう。で、やっぱりこれはですね、腰部脊柱管狭窄症なんかしたからそうですね。どうもそういう、腰がですね、こう痛むですね、病気みたいです。なんか、何でしたっけ、首のあたりが痛いのは、なんかの、ロックスターの吉木さんとか知ってきて、やってるみたいですけども、そういう感じですね。ここは、その、痛みがこう、キンキン、するように痛いというのが、例が見つかります。なんかやっぱりこう、響くんですかね。それから、動く宝石屋みたいにキンキンギラギラしてるんですね。なんか、でもこれはまあ、銀ギラみたいなものと関係するかもしれませんね。さっき銀ギラ、銀さえ見えなくてね、出てきましたけどね。さて、じゃあそのキンキンって言葉なんですけども、その今はその僕最近の例だと言いましたけども、そもそもキンキンって言葉は、いつからあるのかということを、調べてみますと、実は室町時代からあります。1136年ですから、まあ、今から600年ぐらいですかね。この例を見つかります。で、これはですね、どういうことかっていうと、なんか関谷っていう人がいてですね、それがその手まりをついてるっていうんですね。で、手まりをつくっていうと、今だとこういう叩くって書いてますけども、どうもここの手まりは、その、蛇口ってありますかね、この、要するにこう、いくつか、その、お手玉の細かいものが、その、こう、空中にですね、いくつかのものを放り投げてぐるぐる回すっていうですね、そういう曲芸ですよね。そういったようなことを、やっていたようです。しかもその茶碗とですね、簿記と、手まりを3つ回しているようです。で、しかもですね、それコーラジャーを使っているらしいですから、要するに高価なものをこうやって回すわけです。で、そうすると見てる人は、あの高いもの落としたらどうするんだと思いながらこう見てるわけですね。だからこそその曲芸として成り立つんだと思いますけれども、だけどもやっぱりそうやってぐるぐる回るときにこうちょっとぶつかるから、その時にキンキンと音がするわけですね。で、そうすると見てる人はやっぱりそれを見て、あ、音が鳴ってるとかですね、ぶつかってるんだ、危ないじゃないかと思ってハラハラしながら見てるんでしょう。で、そういったようなことがその生き生きと、この時代の、これに、この当時の日記なんですけども、ここに書かれています。ですから、結論が言うと、キンキンというのはもともとは音なんですよね。そのぶつかり合う音をキンキンと言ってるわけで、で、キンキンと言ってる音がだん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 こう頭に響くような、そういう感覚を表すようになっていくということで、要するに、擬音語だったものが、擬態語になるという、そういう例の一つです。
あの漢とか男とかっていうのは、これはもともとはやっぱり音だっていうのが理解なんですよね。でもその後あのガーンっていうのは、これはあの古い人に言うと言いますけど、巨人の星のあのこうあの感動した時にですね、ガーンってありましたよね。であれが ああいうのが擬態語の例になりますよね。で、あのガンっていうのはですね、なんかあの川崎昇っていうあの漫画を描いたんですね。あの人が作ってその、絵の中に描いたらしいんですよね。でそれであの巨人の星というのは原作の梶原一騎って人ですよね。これも覚えてる人多いと思いますけどね。で梶原一騎さんって人は厳しい人で、自分の書いたセリフをですね、一言一句直させなかったらしいんです。だから勝手に直すとものすごく思ったってことですね。ですけども、梶原一騎が書いたガーンだけはですね、あのいいっつって通したらしいです。だから相当ですね、あの気に入ったんでしょうね。で、まさにこれがですね、擬音語から擬態語になったっていうようなものであって、これはあのいくつか見つけられ、いくつも見つけられるということになるわけです。じゃあその、今までのことをいろいろと、いろんな、なんかややこしいことがありましたけども、今までのことをこう、ずっと整理していきますと、そのキンキンに冷えたビールに変化した何か、どんなきっかけがあるんだろうということなんですけども、こんな例を見つけました。これは今から50年ぐらい前の例ですけども、60年ぐらい前か、の例ですけども、気の立った早口がですね、これがですね、妙に決まり悪さを感じさせながらキンキン響く。これは音なんですね、基本的にはね。基本的には音なんですけれども、でもその何かこうすごい緊張感を生み出していく、張り詰めた感覚を、生み出していくというような、そういう、例がこう見つかります。でそうしますと、キンキンっていうのはもともとその甲高く鳴り響いているっていうですね、そういう音でした。そのジャンキーの高麗ジャワとかなんかのぶつかってる音でした。でそれでその甲高く響いてくる声ですね、キンキン声だってなりました。で、そしてその今ですね、その固く張り詰めたような緊張感っていうのがあるというのが見つかりました。でそこはまさに響くような痛みなんていうのもあるですね。でそこから、冷たく硬く張り詰めている様子っていうふうにまた動いていって、で次に硬く張り詰めるほどに冷たく、楽しいですね。でもこうその冷たく硬く張り詰めているっていうのが少しずつこう重みが変わっていってるっていうのを見てもらえますでしょうかね。でだん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 こう冷たいっていうところにこうあの中心が移動していきます。でその最初は固く張り詰めるほど冷たいって言ったんですけども、ビールは別に固く張り詰めなくてもいいんです。で一過ものじゃないですから。ですけども、そこに固く張り詰めたそのとても冷たい様子っていう、ここだけがその取り上げられて、その定着していっているということになりました。でまあ、このようにですね、歴史的にこうそのいろいろややこしい姿を、こう見せながらこう見ていきますと、そのキンキンの意味変化というのがその、見えてくるんですけども、あの実はですね、あのこれどっちかと思うんですけども、皆さんは、キンキンそうかなっていうふうにですね、思っていらっしゃる方はいらっしゃいませんか。ですね、私は実はあの文献をですね、こうやって丹念にいろいろと見ながらこういう結論を出したんですけども、でもいつももう一つ私 の頭の片隅にはこういう道筋もあったよなっていうのです。これをちょっと説明します。で、まずですね、キンキンに冷えたビールって言い方は1990年あたりにあったんじゃないかと。でこれはあの文献とも一致しますし、自分もそうだったんですけど、いかがでしょうか。そしてその時のキンキンビールはですね、頭がキンキンするほど冷えたビールっていう感覚だったんですけど、ね、つまりそのかき氷ってこうたくさん食べていくと、そのうち頭のあたりがキンキンキンとですね、こうしてきますよね。あのような感覚をその、生み出すようなビールっていうような、そういったようなその、感じでした。ですから冷たさのあまり頭がキンキンしていく、痛みのキンキンとも通じ合うんですけども、そういうビールというようなそういう感じもありました。でも多分その、こっちだけでもないし、それから今まで喋ったものだけでもなくって、なんか繋がってるんじゃないかっていう気もするんですよね。
というわけでですね、今日キンキンというですね、もので意外にこう複雑でしたね。意外に複雑だったんだけれども、でもその硬さと張り詰めたものとか、それから冷たさっていうものがだん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 こう肘その重みがですね変わってきてきたんだということをまあお話しました。で、そんなのあるのか、つまりそういう重心が移動するというんですけど、そのもあるのかということなんですけども、これはそのいろいろあります。例えばスカスカっていうんですけども、これも隙間があって、滞らないということなんですけども、で、まあ、物を食べないお腹はスカスカだっていうふうにですね、隙間があるということです。で、そして、物をスカスカと切るっていうのは滞らない。というような意味になって、隙間と滞らないっていうのはこうやって、その、重心移動します。で、実は最近ですね、忖度っていう言葉も流行ってますよね。で、忖度っていうのはもともとは押し量ることなんです。で、だけども今押し量った後に何か対処するっていうことになっていますよね。これがその、重心の移動のもう一つの意味です。ですから、この辺ちょっと寒いねって言われた時にですね、はい、10度5度ぐらいでしょうかって言ったら、そんなことありませんよね。で、ちゃんと締めなきゃいけないということです。どうも今日はありがとうございました。